宝塚歌劇団在団中に宝塚映画の主演を務めてデビュー。大卒の初任給が8,700円、ラーメンが1杯40円だった時代に映画1本のギャラが200万円もあったそうです。今の円で換算すると約5000万円ほどで、どれだけ大女優だったかがわかりますね。